原爆投下直後に降った黒い雨をめぐり、被爆者として認定されなかったことの取り消しを求める裁判で、原告側は改めて被爆者援護法にのっとった対応を求めました。広島市と県を相手に訴えを起こしている原告団は、今回新たに3人が提訴したことで、合計41人となります。

黒い雨が降ったとされる地域は当時の気象台が住民に聞き取り調査をして作成されたものでそのほかの地域で黒い雨に当たったと主張する原告らの意見が認められないのは不合理だと訴えました。